クルの余韻で生きてます。ナイクルだけですか。むむ、私さ、今日メール送った？今日ってメール送ってない切ないか。こんばんは。すみません、誠に。ドラムをしてたんですよ。ドラムをしてメールを送ってって思ったらもう10時過ぎてた。え、時間経つのが早すぎた。ギフトありがとうございます。ありがとうございます。ダンツダン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 。こんばんは。ナイクル来週、来週もあるん？第3弾あれだね。こんばんは。こんばんは。レインボースターありがとう。白のしんちゃん、白になったしんちゃん。こんばんは。今日私はね、ワウワウに入りました。ワウワウ、こんばんは。ワウワウ登録しちゃいました。なんでかというと、なんでかというと、ニュージーンズの東京ドーム公演が見れるからです。イエーイ、すごくない？ワウワウに入ると25とかまで、25日ぐらいまでニュージーンズ様の東京ドームのやつ見れますよ。で入ったんですけど、そう、あの飛行機の中で堪能したくて。
そう飛行機の中でオフダウンロードとかして、そうオフラインでも飛行機の暇な時間の時に東京ドーム公演一人でかんあの観覧したくて、そう待って最高じゃんと思って、なんかいい飛行機の中で見たいさ映画とか特になくて、それダウンロードするなら最高なのあるやんと思ってワウワウに入ったんですけど、まさかの多分まさかのダウンロードできない、ダウンロードっていうとこがない。つらいです。というわけなので、新幹線じゃないよ、どこやっけ、飛行機では見れない、やらかした、つらい、今見たいからいいんですけど、飛行機で見たかったんですよ。はあ25日までだからいっぱい再生して目に焼き付けないともう終わっちゃう。なので今から見ます、配信終わったら見よう。どうしよう、飛行機暇すぎだ。ダウンロードしてみたいのがない。ズホーもありがとう。つらい。研究ですよ、スタジオのための研究です。研究熱心すぎですよ。嬉しい、ニュージーンズ公演が見れます。はないんやけどね、別にそう飛行機で初めて見たかったっていうだけであって、まあやっちまってはないけいいんだけど今から見ればいい話。
愛さ不足だってああ会いに来てください。会える機会はそこにあるさ。CD とかグッズとかいけるやろ。いけますよ。ギフトありがとう。ハニちゃんが日本語を一生懸命喋ってるとこだけ見たんですよ曲じゃなくてとりあえずなんか喋ってるとこだけ見た。かわいすぎた。パリーズの皆さんって言って会いたかったです。ハートありがとう。こんばんは。かわいすぎやろ。ポップアップ、最高じゃないですか。何があるのそこには。こんばんは。そうなのツイートしたなんやー、見て嬉しい。
は。TikTok を上げました。見てないでしょう見てないでしょう。スタジオの TikTok に縁日の日の花火してるとこ動画作って載せました。見てね。めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じです。なんか最初に動画をカットしてつなげてとかやって、で最後のマジで最後の最後に曲つけたんですよ、花火愛子さん。そしたらなんかめっちゃいい感じで、めっちゃいい感じのとこにはまって、なんかすごい自分に才能感じた。三角の目羽ある天使が愛の知らせを聞いて、疲れてるならやめればっていう、やめればっていうところでちょうどミーポンの花火が終わってやめるんですよ。ちょうどいい。見下ろしてこんなに好きなんです、仕方ないんです。そこに合わせて作ったんじゃなくて、動画から先に作って後でどう曲足したいけど、ちょうどいい感じのとこにそこが来て、え、あいさ天才じゃねみたいな。火を消した三角の目をして羽ある天使が恋のし背を聞いて、まあまあ、見てください。
方の私、可愛かった。ありがとうございます。可愛い浴衣用意しましたからね。このお話し会のために。こんばんは。天使が恋の知らせを聞いて、ふくちゃんうちわずっと持ってたね、後ろに後ろに刺してたよね。嬉しい嬉しい。めっちゃ宣伝しながら歩いてくれたね。1日目ですね。1日目に撮りました。2日目は花火やってないんですけど、1日目の花火やってたメンバーの中のスタジオ面だけになるんですけど、あと清水が来なかった。清水らを待ってたんですけど来なかったので、そう、いっぱい撮ってる、撮りました。まあまあ、絶対なんか公式の TikTok にもあげるやろうなって思ったから、それよりもクオリティの高いのをあげたいと思って編集しての載せたので、いっぱい見てください、拡散してください。調子だからって言ってた。ラブラブ。12日の浴衣祭りの浴衣可愛かったです。11も可愛かったろうが。12はさくらんぼの方ですか。初訪問ありがとう。こんばんは。11もいい感じでしたでしょ。私も福ちゃんをもらいました。これが私のうちわで、2日目のこのシールをもらってくれたんやけど、福ちゃんこの缶バッジもらいました。私はこの缶バッジもらいました。すごいよね、いろんな、マジ気合入ってた。普通にこれ作りたいですって言ったら、その
マジで作れたみたいな作れたんやみたいな。すごくない？気合い入ってましたね。近かったん、うん、どっち派ですか？ギフトありがとう。バースデーをしてハートありがとう。でも浴衣も履かないですね。あの一日でね、役目が終わってしまって、本当はもうクリーニング出さないと今はシワにならないようにかけてて、もうクリーニング出します。はぁ、書かないです。着物としてもいけますねこれはって言われたから、ワンちゃんお正月とかも着れる。着物は持ってないからさ、ばあちゃん家に行かないと着物はないんですけど、そう、お正月に着てても別にいいなら嬉しいです。まあまは成人式でもう用意しているので来ません。ふふふふ、まあ、前撮りのやつを出すのがメインみたいになりそうやけど、前撮りのやつっていつ出すのがいいんですかね。
歳になりました、誕生日に出す、まだ撮ってないから、やばいね、浴衣じゃないですよ、着物ですよ。ちゃんと成人式は2月に決めてます。2月にちゃんと決めに行って、これだ、これしか勝たんっていうのを見つけています。カタログでずっと見てて、これしか勝たん、恋の知らせを聞いて、最高、最強です。でもまあ意外、意外やとは思います。成人式は、アリちゃんの成人式はどうなるんだってメイクさんに言われて、そう、何人かに写真見せたんですけど、意外、意外がられましたね。こんばんは。みんな派手なやつやと思ってるんかな、分からんけど、大人です、さすがに20歳なんで。大人かわいいです。初訪問ありがとう、ルームフォローお願いします。髪飾りが可愛い。髪飾りが可愛いのです。カタログで、カタログで着物は見たんですけど、そのカタログが着てるモデルさんがつけてる髪飾りも可愛くて、でも多分撮影用に。水用のやつだから、どこにもない
探してもない、どこにもないってなって、私だけのために作ってもらいました。すごい、私だけの髪飾りができました。カタログと同じようなの作ってもらいました。こんばんは。なっちゃうかもねえ、カタログ。夏、大人の階段登る。前撮り、でも前撮りがそう不安ですよ私は。前撮りもやってくれないんですよ。だからさ、知らない人に髪の毛もアレンジ、ヘアアレンジもされるわけじゃないですか。それ理想通りじゃなかったらどうすんねん、どうすんねんって感じだし、結構ハーハー汗汗案件。いっていうのメイクさんに頼むことはできない。こんばんは。何の飾りも似合ってる。見ました、ありがとうございます。 TikTok 見に行ってください。 TikTok 上げたので見に行ってください。お願いします。では私は今からニュージーンズの
東京ドームを見ます。飛行機で見ようと思ったけどダウンロードできないのでもう見ます。楽しみです。というわけでこの辺で終わります。明日メール送りますね。あと明日の配信は早めにやります。まだお盆休みですか皆さん。早めと言いましても早めです。え？なんで？見れないんですけど。うん。何時だったっけ？フォローしました。ありがとう。2時とかですかね。もう夕方じゃないです。2時とか3時とかになると思います。そのぐらいの時間に配信します。どうぞよろしくお願いします。変更になるかもしれませんが。明日は夜ができないのでよろしくお願いします。では、終わります。ランキング、読みます。13ひろたんたん、12九州のノブさん、11ココリ第一期生人、10シリウスさん、9位星光さん、8位飯田ひろゆきさん、7位フェルナンドさん、6位キズナックさん、5位アリンコ、4位あやしさん、3位コジ、2位そうちゃん、1位はドルルン、しゅんいちさん、ありがとうございます。ではまた明日、おやすみ、おやぽみー。